エットでなかなか落ちない脂肪は冷却破壊。施術中は寝ているだけで OK。 3ヶ月で長年のお悩みを解決します。もともとお腹に脂肪がつきやすい体質だったんですけれども、子供を1人目産んで、2人目は全然妊娠してないんですけど、お友達に2人目できちゃったっていう風に勘違いされちゃったので、すごくそれがショックで痩せたいなと思いました。街中を歩いてても太ってるって思われてるだろうなっていう風にすごく気になっちゃうので、体のラインが出る、こうちょっとウエストがくびれてるようなフレアワンピースとか、あとスキニーのデニムとかを着て、見てっていう風に自信を持ってみんなにこう見てもらえるようになりたいです。今回はクールスカルプティングと当院の医師による食事や体調の管理を行う送信プログラムに挑戦。3ヶ月でどこまで理想の体型に近づけるのでしょうか。まずはカウンセリングで今の健康状態と理想の体型をヒアリング。福原さんの改善ポイントは不規則な食事時間と夜食。毎日同じ時間に食事をとるだけでも体に余分な脂肪がつきにくくなります。また寝る前の間食も抑え、20時以降の食事を制限していきます。キラドクターのサポートを受けながら、クールスカルプティングで皮下脂肪に、食事の見直しで内臓脂肪にもアプローチしていきます。この後お買い物して帰ります。その後の食事はダイエットスムージーやスープを取り入れながら無理のない範囲で制限。味に飽きないよう福原さんオリジナルのメニューを作ったりなど楽しまれていました。3ヶ月で約10キロも痩せられた福原さん、医師との二人三脚で今までできなかったダイエットの目標を達成。自信もついて心も体も美しくなりました。他の部位も一回りから二回りサイズが変わり、今後のライフスタイルも変わりそうです。